始球式とは、スポーツにおける試合開始前のセレモニーである。主催者や来賓など現役選手以外の人物が、務めることが多い。1916年、客席から投球する当時のウィルソン大統領の始球式2005年4月14日、当時のブッシュ大統領の始球式野球における始球式では、試合開始前に来賓が、投手役として一級投球を行う。 アメリカ合衆国では試合開始前に投手役の来賓がマウンドまたはマウンド前方から保手役に向けて一級投球する。基本的に打席に打者は立たず内外野の守備もつかない。保手役には試合に出場する選手でその来賓にゆかりのある人物が務めることがある。以前は客席の来賓からグラウンド上の選手へボールを投げ渡す方式が取られていた。 アメリカ合衆国第27代大統領だったウィリアム・ハワード・タフトが1910年に MLB のワシントン DC にある地元球団ワシントン・セネタースの開幕式で行った始球式が最初である。これは当時太りすぎのタフトを見かねた側近がタフトに運動をさせようとして野球での始球式を思いついたことがきっかけと言われている。これ以降歴代の大統領が 同球団の開幕戦で始球式を行うことが恒例行事となった。日本では当初より投手役の人がマウンドから打者に対して一球投球する形式が取られていた。試合開始直前に始球式が行われるケースが多く、この場合投手役の人は先行チームの一番打者に対して投球し、また保守を含めた守備も高校チームの先発メンバーが務めることになる。 記録に残っている最古の始球式は1908年11月22日にアメリカの大リーグ選抜チームと早稲田大学野球部の試合における大熊重信の始球式とされる。大熊重信の投球はストライクゾーンから大きく逸れてしまったが、早稲田大学の創設者、総長、政治家である大隅大先生の投球をボール球にしてはいけないと考えた早稲田大学の一番打者。 山脇正春がわざと空振りをして、ストライクにした。これ以降、打者は投手役に敬意を表すため、投球がボール球でも絶好球でも空振りをすることが慣例となった。これらの日本式の支球式は、その後アジアの国々だけでなく、アメリカでもこの方式で実施するケースが出てきている。しかし、支球式の投球を空振りしないこともある。 北海道日本ハムファイターズ時代の新庄強しの数例や川崎宗則等の,のように打ちに行った例、1964年7月22日オールスター第三戦での山内和弘による見逃しなど。また、平野圭一のように空振りをしたつもりが、結果的にはバットに当たってしまったというハプニングもある。支給式の投球を空振りしなくても特に罰則、規定はない。 選抜大会は、開幕試合の始球式では1975年の第47回選抜高等学校野球大会以降、文部大臣が当主役を務める。夏の甲子園大会の始球式では1997年の第79回全国高等学校野球選手権大会までは、文部大臣が当主役を務めることが多かった。 旧正中学時代野球部に所属していた愛知基一が文部大臣時代に行った始球式では外角低めにストライクとなる球を投げた。また第85回全国高等学校野球選手権大会で小泉純一郎が高校野球大会史上初となる現職首相による始球式を行いど真ん中へのストライクを投じた。1988年の 第70回全国高等学校野球選手権大会では当時皇太子だった徳人が皇族初の死休式当主を務めた。打者は上層学院の西都志久。1998年の第80回全国高等学校野球選手権大会以降は高校球児が務めることが多く、特に2006年8月6日の夏の甲子園の死休式では前年に 人命救助をした組浜高校の野球部員4名が死球式を務めたため、投手役のほか、打者役と保守役も同校の選手が務めた。このほか、上空のヘリコプターから投下されたボールをグラウンドで拾って投手役に渡す役も設定された。2018年8月5日から8月21日まで16日間、開催された第100回全国高等学校野球選手権。 記念大会では、甲子園、レジェンド始球式が毎日行われ、松井秀喜、桑田雅美、佐々木和弘、大田浩二など、かつて高校球児として、夏の甲子園大会で活躍した、元野球選手の合計18人がそれぞれ参加し、プレーボール直前でボールを放り投げていた。2013年7月30日、ツダスタジアムで、始球式を行う聴衆力近年の、 日本野球機構管轄のプロ野球では中継テレビ局で放送しているバラエティ番組やドラマまたは球団スポンサーの CM の出演者をはじめ芸能人が宣伝の一環として行うケースが増えている球団のレトロ企画として往年の名選手が行う場合や異競技交流の名目として野球以外のアスリートが行う場合地域密着を目指して 球団ファイクラブの会員や本拠地の地方自治体に多額のふるさと納税を行った寄付者が行うケースもあり多様化が進んでいる。引退選手の最終試合の支給式を選手の子息などが務めることもある。また打者が打席に立たないアメリカ方式や来賓が投手役ではなく打者役になる支給式が行われるケースもある。二0 1年三月十七日には タレントの磯山さやかが補守役を務めるという異例の始球式が行われた。2016年4月24日にはタレントの稲村亜美が始球式と地田式を一人で行った。また稲村、上杉あずさ、長谷川玲奈など野球やソフトボールなどの経験のある女性タレントが時速 100km 前後の球を披露することも増えている。現職首相による プロ野球公式戦の始球式は1957年3月30日に岸信介が開幕戦となる巨人対国鉄戦で行ったのが初めてで2020年現在まで唯一の事例である。ただし日本選手権シリーズでは1960年の日本シリーズ第一戦で池田隼人が始球式を行っている。独立リーグの四国アイランドリーグプラス。 愛媛マンダリンパイレーツは2011年8月26日の徳島戦の試合前にファンやスポーツ少年団の選手らにより最大人数で行う始球式に挑戦した111組222人が成功を収めギネス世界記録に認定されたアイスホッケーではセンターライン中央のフェースオフスポットでフェースオフを行うゴルフでは 最初のパーティーがラウンドを始める前に、招待者がスモークボールを一番グラウンドのティーグラウンドから打つことが多い。サッカーではコート外からボールを蹴ってコート内の審判にパスをする。正式にはキックインと呼ばれる。スポンサー関係者、地元自治体の主張、チームゆかりの有名人、サポーター代表などが務める。バスケットボールではティップオフを行う。 来賓が選手の一人にパスを渡しドリブルしてシュートを決めるのが通例である。来賓によってはフリースローを投げる場合もある。バレーボールではサーブを行う。人によってサーブラインかアタックラインのどちらかに分かれる。ラグビーではペナルティキックを行う。キック力を要することからサッカー選手などが招待されることが多い。アメリカンフットボールでは実際に 試合の攻撃順、陣地を決めるコイントスのコイン投げを審判の代わりに来賓が行うことがある。なお、1948年の第1回ライスボールでは、訪日したポールラッシュがキックオフを行った。モータースポーツにおいて、新しいサーキットが完成した時には、始球式ならぬ思想式でサーキットの完成を祝う。空手、テコンドーでは、大会の開始前、 セレモニーとして行う、見割り演舞を、支給式にかけて、死割式と呼ぶこともある。ありがとうございます。